この日はですね、軸作りやスピンの練習に関しては、いつもよりもスピードが速く、この軸作りスピンも回転が速かったですね。ただこれはちょっと、軸が太かったなと思います。これはとても良かったなと思いました。そして、そうですね。今日はミッシェル・クアーの若い頃を見ながらトレーニングやっていっております。フライングシットスピン、高さがありましたね。フライングの高さがあったと思います。これは非常にチェックポジションまでがちょっと良くなかったんですが、この日はスピンが結構良かった日だなと思います。さあ、フライング、キャメルスピン。これはどうでしょうか。フライングキャメルね。ちょっと、バウンドをしてますね。なかなか難しいです。はい、キャメル足換え。キャメル足換えも、ちょっと今日はキャメルは、あんまり良くないですね。バラついている感じがあります。まあ今日に限らず、キャメルはそんなに良くないです。サイドベース。ヘアカッタースピンからビールマン。足はだいぶ上がったんですけど、もうちょっと回転回ったらいいなって思います。このコンビネーションスピンですね。は、最近の中でも結構いい方だったんじゃないかなと思います。はい、Y 字ポジションもうちょっと綺麗になってきたですね。ダブルアクセル、そのままサイドベイズスピン。このビールマンの方が回転数が多かったですね。さあ、今日ジャンプをね、結構苦労しましたね。トリプルトウ、ダブルトウ。これはまあ、まずまず。で、昨日やらなかったトリプルトウ、ダブルループ。これはちょっと、抜く方向がおかしかったなと思います。サルコー。これもまずまずだったなと思います。トリプルループ。どうでしょうか。さあ、今日はこの日はフリップね。これはトリプルフリップダブルと言ってるんですけども、トリプルの練習をなかなか決まらず、トリプルフリップ、トリプルトーループ、ダブルループまで、はい、頑張りましたね。ちょっと、そうですね。トリプルフリップ、トリプルトーループ、ダブルループ。はい、難しいですね。少しこう体もね、痛めるリスクもありますので、はい、トリプルフリップ、ダブルトーループです。トリプルルッツ。ルッツのインサイドを直していきたいんですが、まあ、やはりどうしても踏み切りがダメですね。トリプルルッツ、ダブルトーループ。さあ、最後もう一回トリプルルッツ。次の日はルッツをしっかりアウトで飛べれたらなと思います。